ういう姿を見るとどういう形でもいいから一度走る姿を見てみたいな。すごく思い入れの強い線路だったと思いますね。楽しみ。私の線路巡回はしてあったんですけども、草が終わってどうしようもねえなと思ってて、それをみんなでこう手入れしてもらって、まあ、本当にみんな この協力のもとでまたこういうのを走ったんで非常に感慨深いですね。いやまだまだ生きてるな。可愛いんですね。これは本当に乾電池だろ。単位で99ほど20年前なんで、多分子供たちにとっては初めて見る光景だと思うんですけども。運転したり、駅で発車業務とかやってましたのでね、歓迎してましたよ。